紀藤菅之助は、日本の政治家、実業家。第3.6代山口県宇部市長。属籍は、山口県氏族農業。山口県多額納税者。紀藤家は、萩藩主毛利氏の英代家老、福原氏の家老の家柄である。菅之助は1869年11月7日、紀藤宗助の長男として、山口県長門市に生まれた。 第三高等中学校を卒業した後、上村に戻ったひまのすけは、村内の情報を村民に伝えることが、村人の民度を向上させ、ひいては国の繁栄に通じると考え、1912年、上地方を発刊した。その後、上市会議員となったひまのすけは、上市会副議長、同議長を経て、1928年7月1日、上市長に就任した。 就任後間もなく、取り行われた昭和天皇の即位の礼の記念事業として、同市内の神原公園に福原越後の像を混流した。翌年の1929年4月20日に、市長職から一度退任したものの、1935年12月7日には、再び同市長に就任し、1938年7月29日まで在任した。 宇部市長在任中を通して、宇部村立宇部中学校の創立、宇部地方の創刊に携わったほか、宇部市立図書館付設資料館の建設費用を提供するなど、宇部市の教育、文化水準の向上に努めた。宇部地方は発刊当初、紀藤の個人負担によって発行される、月刊誌で、今日のフリーペーパーのように購読料、送料などはすべて無料であった。 ミノハン4ページの第1号は、宇部市西新川で印刷された後発行書となっていた、紀藤の自宅に送られ、家族総出で発送作業を行ったという。発行部数の700部の地方紙が無料で毎月配られ、これが1914年の法人設立に伴う有料化まで続けられた。紀藤がデザインした宇部市賞宇部市賞の作者は、紀藤である。 首相は1922年4月に匿名で公募され、245点の応募から選ばれたものであるが、当時宇部市会副議長であった紀藤が応募していたことが後に判明した。また、宇部高山の社名に含まれる、公山には、地域社会に有用な産業を次々に起こすという意味が込められているが、これは当時宇部共同議会の長老であった紀藤の発案によるものである。 宇部市出身の弁護士、紀藤正樹は、紀藤静之助の子孫である、山口県宇部市宇部町。ありがとうございます。